お願い、洗濯。うん、確かに十番さんの願いと似たものを感じるね。だけどそうであるからこそ、このおばあさんも誰かに救ってもらいたいと思っているはず。そうだね、投函してくれた手紙を読む限り、子供を恋しく思う気持ちと交わした約束が矛盾を生み出しているような気がするんだ。おそらくおばあさんの息子さんはもうこの世にはいない。だからその矛盾自体を解消することは難しい。つまり文字とにらめっこしているだけじゃダメだ。ここはおばあさんがどんな気持ちでこの願いを書いたのか考えてみよう。カエイさんと息子さんはどんな人生を歩み、どんな約束を交わしたのか。漂白者、どうしたの？なんだか心ここにあらずって感じだけど。生死に関わる願いなんて、俺たちだけの力でどうにかできるのか。大切な人との別れで負った心の傷は本人にしか理解できない。もし方法を誤れば逆効果にもなり得る。白紙が言っていた通り、君は本当に優しい人なんだね。この次のお祭りでも月の木屋の影のヒーローを続けるつもりはない？君の言う通りだよ。だからこそ僕たちはみんなの心の声に耳を傾ける。それがみんなの心の穴を放っておくわけにはいかない。とはいえカエイさんに選択を迫るのも良くない。彼女の声に耳を傾け、理解し、そして考える。これが僕たちの役目。選択をする権利はカエイさんしか持っていないからね。おっと、もうこんな時間だ。漂白者、準備ができたら行こう。任せろ。行こう。
みんなと一緒にいたい。行こう。すみません、カエさんですよね。月水祭いかがお過ごしですか？あんたたちは？僕は総理よう、こちらは漂白者です。突然お声掛けしてすみません。漂白者、漂白者というのかい？どこかで聞いたことがあるような。ああ、思い出したよ。名式の負荷を食い止めて本州を守ってくれた大英雄様だね。息子の願いを叶えてくれて本当にありがとう。あの子が今の本州を見たらきっと喜ぶわ。あの子には小さい頃から夢があったんだよ。あの子は私を、いや今週のすべてを守ろうとしていた。いつの日か必ず名式を倒してみんなのために平穏な世界を取り戻すんだって。そうして息子は良きの戦士になった。そうだね、あの子なら夢を叶えられるとは思っていたよ。ずっと頑張っていたからね。でもある任務で息子は私のような年寄りを助けるために他の戦士たちと時間を稼ごうとその場に残った。あの子は自分の信念に従った。でもそれで何が残ったというんだい？そのせいで名式が倒される日を己の目で見れなかったじゃないか。私はただ昔は月水祭になるといつもいろいろ見に行こうと息子にせがまれたものだよ。月の木屋に行って願い事もしてね。あの時は息子をやかましいと思ったけど、静かになった今はあっちの世界で寂しい思いをしているんじゃないかって思わずにはいられない。私もあっちに行って息子のそばにいてあげるべきなのかね。だけどあの子がこの世界を去る前に約束したんだ。代わりに名式が倒されるその日を目にすると、私は一体どうすれば。はあ、悪いね。息子の願いの話になると饒舌になってしまって。そういえば何か用があって私に会いに来たんじゃないのかい？おばあさん、
月の木屋に願いを投函しましたよね。ああ、そうだよ。月の木屋は願いを叶える不思議な力を持っている。ということは、あんたたちは私の願いを叶えるために来たんだね。あんたたちは息子の願いを叶えてくれた。きっと私の力にもなってくれると信じているよ。でもね、私は別に願いなんてないのさ。あの手紙に書いたことが全てだよ。ただどうすればいいかわからなくてね。だから月の木屋の力を借りて答えを出したいのさ。答えですか。そういえば漂白者、月の木屋の前で願い事を言うとより叶いやすくなるんだよね。あ、確かにそうだったかも。そういうことなので一緒に月の木屋まで行きましょう。そうだ、今の桃源郷には面白い露店もたくさん出ています。ついでに見て回りましょうか。外にかい？息子がこの世を去ってから賑やかな場所にはめったに行かなくなってしまってね。わかったよ。そこまで言うのなら行ってみようかね。さっきどうして願いが叶いやすいなんて言ったんだ。さっきのはカエイさんをここに連れてくるための口実だよ。おばあさんの話を聞いて君も気づいていると思うけど、息子さんがおばあさんと約束をしたのは自分の願いが果たされる日を代わりに見てもらうためじゃない。自分の母にしっかりと生きてほしかったからだ。けれどおばあさんは息子を失ってしまったという悲しみでその真意から目を背けてしまっている。息子さんが本当におばあさんに見せたかったのは、名式を倒すために尽くしたみんなの努力だったんじゃないかな。それから自分が守ろうとした幸せの姿もね。その全てが彼がおばあさんに残したものなんだ。それが生きるための勇気にもなると思う。 100% というわけじゃないけど、宵月会の準備をする桃源郷には素敵な希望やものにあふれている。もしかしたら息子さんがおばあさんに見せたかったものがあるかもしれない。彼女の人生の励みとなるようなものがね。たち、あたしよりも足腰が弱いのかい？ほら、早くついておいで。
行こう。今年の月水祭は本当に賑やかですね。そうね。それに見たこともないものがたくさんある。なんだか新鮮ね。あんたたちみたいな若い子はこういうのが好きなんじゃないかい？しっかり楽しみなさい。私みたいな老人は気にせずに。カエイさん、桃源郷に来てからずっと無理して笑っている気がする。もう少し他の場所にも行ってみよう。どうも、絵付きうちわはいかがです？あら、素敵ね。うちわの上で炎が揺れるなんて初めて見たよ。ええ、そうなんです。これ、織江さんの絵なんですよ。彼女の目に映る月水彩を描いたのだとか。炎がうちわの反対側に跳ねたね。こっちに描かれているマントは？それは予期の戦士たちで、織江さんのこだわりポイントなんです。この絵を見たすべての人に月水祭のにぎわいを感じてほしい。そして私たちが今こうしていられるのは予期の戦士のおかげだということを忘れないように。炎が反対側に跳ねるようにしたのも、そのにぎやかな雰囲気を前線にいる彼らにも伝えたかったからだそうですよ。今年の花火は特別盛大にやると聞きました。きっと辺境にいる戦士たちの目にも届くでしょうね。皆さんもぜひ楽しんでください。このうちは一つもらおうかね。はっ、よし、これも音の力だ。いやー、こんなに賑やかな桃源郷は久しぶりだな。またうちかい？あの子もこれが得意でね。子供の頃は宵月会に来るといつもこれをやりたいって騒いだもんだよ。か…ご一行さん、月壺うちはいかが？成功したら豪華景品をプレゼントするわ。素晴らしい腕前ね。さあ、景品を受け取って。これはあんたたちの手作りかい？はい、宵月会はみんなにぬくもりを与えるためのものですから、こういう実用的な小物の方がいいかなって。作り方を教えてくれたのは予期の教官でした。その方はもういないのですが、
教官が残したノートとその作り方は私たちにとって大切なものです。予期に入ったばかりの頃、これにとても助けられました。だからもっといろんな人に使ってほしいと思い、少し手を加えたんです。カエさん、どうか受け取ってください。これは修園教官が残していってくれたものです。あんたは覚えていないかもしれませんが、修園教官が亡くなった後、私あなたに会いに行ったことがあるんです。その時あなたは会ってくれなかったのですが、ようやくこうしてお会いすることができました。少しでも元気になられたのなら、修園教官もきっと喜んでいると思います。教官は尊敬する母親の話をよく口にしていたので。そういえば修園教官にお世話になった戦士たちがここに来ているんです。きっとみんなもあなたに会いたいと思っているはずですよ。ほら、噂をすれば。こんにちは、カエンさんですよね。修園教官の教えがなければ、私はきっと今でも武器を握る勇気さえ持てなかったと思います。恐怖を克服する方法を修園教官が教えてくれたんです。昔幼い頃に水が怖かった教官の恐怖心を同じ方法であなたが克服させたと聞きました。あの子は私の教えをみんなに伝えていたんだね。カエイさん、カエイさん。ええ、聞いてるよ。私の知らないあの子の話、もっと聞かせておくれ。それならあっちに座ってゆっくり話しましょう。カエイさんもずっと立っているのは大変でしょ。その前に、総理よ、漂白書、本当にありがとう。あんたたちならきっと私の願いを叶えてくれると信じていると言ったけど、月の木屋に行って答えを見つける前にもう少しいろいろ見て回りたくなってしまってね。それこそ月の木屋からの答えなのかもしれませんよ。ええ、本当にありがとう。おばあさんは息子さんとの約束の真意が分かったと思う。今はまだ何とも言えないね。でも少なくともいいスタートにはなったんじゃないかな。カエイさんは無理して僕たちに合わせているわけじゃない。自分から修園さんが残してくれたものを探しに行こうとしているんだ。きっといつの日か自分なりの答えを見つけられると思う。それから自分で選択をするんだ。月の木屋の力を頼るんじゃなくてね。さて、この願いも白のエラーを起こした原因ではなさそうだ。この調子でもう少し解析を進めないと。ところで、桃源郷の露店も増えてきているし、もう少し見て回るかい？ふっ！
行こう。これも音の力だ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 。みんなと一緒にいたい。戦況は常に変化している。油断は禁物だ。
風の導きのままに。
行こう。行こう。行こう。先駆先駆条約グッズ商店へようこそ。と、今回は何をご所望ですか？のグッズはいかがですか？
風の導きのままに。時間は無情に過ぎ去り、生きるための旅だが、風景を忘れてはいけない。積み重ねはいずれ大発見につながる。どれだけ小さな努力でも文明を紐解くための一歩になるはずだ。
行こう。
行こう。大事にしないと。予想外。